名前中村智也、生年月日1986年12月24日、年齢31歳、血液型 A 型、身長170センチ、出身東京都、事務所トップコート、同級生の知り合いに現在の事務所の関係者がいて、そこから声をかけられ、芸能界に入ることに、最初は、興味がない、と断ったそうですが、元踊り児高校生の時にサッカーをやっていて、引退して、何かをやりたいなと思っていた。タイミングで会って話をする気になったそうです。その後、養成所で演技を学び、2005年、映画、7人の蝶で俳優デビュー、過去、下町ロケットや、妖怪人間ベム、朝ドラ、半分、葵、などに出演していますが、ここ1年で一気にブレイクしたようです。それまではバイト生活をしていたそうで、下積み時代があったようです。今では人気がある俳優さんですね。水戸ちゃんこと三浦麻美アナが俳優、中村智也さんと電撃結婚し、世間を驚かせましたね。三浦アナといえば、関ジャニの横山優さんとの熱愛のイメージが強いですよね。しかし二人は熱愛報道後にすぐに泣く泣く破局しており、お互い別の人と交際していたようです。この記事では、そんな三浦麻美さんと横山優さんの破局についてまとめます。ヒルナンデスでの交際がきっかけで、熱愛関係に発展したという三浦麻美さんと横山優さん。2015年7月に熱愛報道がありましたが、その年末には破局していたという情報があります。横山優さんは結婚も考えていたそうですが、三浦麻美さんが仕事を優先するため泣く泣く別れたんだとか、しかしその後復縁の匂わせもあったりなど、二人の噂は現在も絶えません。2015年7月、週刊文春が三浦麻美さんと横山優さんの密会を報道しました。記事によると、二人はボクシングジムで汗を流した後、横山優さんのマンションで過ごしていたんだとか、三浦アナと横山優は一緒にボクシングジムに通っている。三浦アナは高級百貨店で食材を買い込み、横山優のマンションへ直行。三浦アナがマンションに入った後、横山優も時間差でマンションへ帰宅。この報道に対し、日本テレビもジャニーズ、事務所もそれぞれ交際を否定しました。しかし、ヒルナンデスでは、三浦アナと横山優の距離が近すぎ、と話題に、また、ヒルナンデスのロケ終わり、横山優さんが三浦麻美さんの飲みかけのビールをグビグビ飲んで周りを驚かせたという情報も、実は横山優さんはかなりの神経質で、関ジャニのメンバーと水も共有できないほど、このエピソードからも、二人の交際は、事実であったと予想できますね。そんな三浦麻美さんと横山優さんですが、熱愛報道から5ヶ月後の2017年12月に、テレビ関係者が破局をリークしています。報道後も二人の交際は水面下で続いており、横山は結婚も視野に入れていたと言います。ところが、最近になって三浦アナの方が、身を引く形で破局したようです。日刊再造より、日本テレビの看板アナウンサーと、恋愛に厳しいジャニーズ所属タレントの熱愛報道後、三浦麻美さんは日本テレビ上層部からの評価が急落してしまったんだとか、ジャニーズと付き合ってる女子アナというイメージになっちゃうもんね。三浦麻美さんといえば、過去に彼氏のプロポーズも仕事を優先させるために断ったという話も、今回の横山優さんとの交際も、そんな三浦麻美さんが泣く泣く身を引いて破局となったようです。その後、三浦麻美さんは2016年秋に関係者に破局を報告しています。三浦アナは横山と完全に終わったそうです。昨年秋に破局した、と関係者に報告したらしい。日刊現代より、その後、2017年には横山優さんは田中みな実さんとの熱愛が発覚しています。これで二人の関係は完全に終わってしまったのか、と思いきや、次に浮上したのは復縁の噂です。2017年に、横山優さんとの馴れ初めの場であった。ヒルナンデスを卒業した三浦麻美さん。実は、卒業にあたって横山優さんから、高級ネックレスをプレゼントされたというんです。制作会社関係者が次のように明かしています。三浦アナがもらったものも、安く見積もっても、10万円はくだらないでしょうね。水戸アナは相当嬉しそうに、もらっちゃったと周りに話していたそうです。でも普通、卒業祝いでそんな高級品をプレゼントします?日刊大衆より、ちょうどこの頃、横山優さんと田中みな実さんの破局も噂されていました。そのため、泣く泣く破局した三浦麻美さんと
横山優さんは復縁したのでは？と言われるように、しかし2019年1月の報道では、水卜麻美が日本テレビに破局を報告したとありました。水卜麻美アナが、関ジャニの横山優も、破局したことを明らかにしたのだ。水卜アナ本人から局に報告があったという、エキサイトニュースより、そしてこの頃、水卜麻美さんが、スッキリで号泣する姿がたびたび話題に、森山直太朗さんが披露した桜で号泣したり、オードリー若林さんの結婚裏話で号泣したり、大好きだった人との別れを決断した後で、感情的になりやすかったのでしょうか。一部報道では、水卜麻美さんが横山優さんへ、復縁を迫ったが断られたという情報もあり、結局復縁には至らず昇進していたのかもしれません。そして、二人は別々の人と交際をすることに。二人の完全破局から2年後、横山優さんは、当時M48 のメンバーだった横野すみれさんとの京都お泊まりが報道されています。京都にある芸能人御用達の老舗高級ホテルで12時間も一緒に過ごしていたんだとか、お相手の横野すみれさんは当時まだ20歳、横山優さんとの年の差は19歳もあり、双方のファンはかなりの衝撃を受けました。しかし衝撃的だったのは年齢差だけではありませんでした。この密会から6日後、横野すみれさんは、えいえ。グループ、福本大成さんとのビジネスホテル密会が報道されたんです。実は、福本大成さんが所属する、えいえ。グループのプロデュースには、横山優さんが関わっているんです。そんなジャニーズの大先輩と同じ、女性相手に報道されてしまうなんて。横山優さんが二人の関係を知っていたかどうかは、不明ですが、どちらにしろ世間からの、イメージはかなり悪くなってしまいました。一方で水卜麻美さんは、新しい彼氏と順調に愛を育んでいたようです。3月25日、水卜麻美さんは俳優、中村倫也さんとの結婚を発表しました。二人の交際は週刊誌にスクープされたこともなく、2018年6月スッキリ。で、初共演、2019年5月ゴールデン学びウィーク企画で共演。2020年4から6月、ドラマ、美食探偵名ちごろうで共演、と、水卜麻美さんが横山優さんと完全破局した後に共演を重ねていますね。ちなみに交際期間は2021年からのようです。水卜麻美さんと中村倫也さんの慣れ始めは、中村倫也さんが共通の知人から連絡先を入手しアプローチしたことなんだとか、中村倫也さんはミトちゃんのすっぴんと食べている姿が可愛いんだって。辛い別れを経験してきた水卜麻美さんですが、ありのままの自分を好きになってくれた人と結婚でき、幸せいっぱいでしょう。一方でお相手の中村倫也さんには、浜辺美波さんとの熱愛の噂がありましたが、こちらは熱愛関係ではなかったようです。以上、中村倫也さんとの結婚を発表した水卜麻美さんについて、横山優さんとの破局時期や理由をまとめました。水卜アナと横山優は2015年7月に熱愛報道があったものの、2015年末には破局。その理由は仕事を優先したい。水卜アナが身を引き、泣く泣く別れた。その後復縁の噂もあったが、2019年には完全破局。その後、横山優は20代アイドルとの密会報道。水卜アナは中村倫也と結婚発表。いつも明るく視聴者に元気をくれるミトちゃん。幸せになってほしいですよね。どんな役でもこなせる変幻自在な演技からカメレオン俳優と呼ばれていますが、本人はミミックオクトパス俳優やヒョウモンダコ俳優と呼ばれたいそうです。変わってますね。なんとなく喋り方がふわふわした印象。キャラクターとして新境地に行ってみたいとのことで、喋りでキャラ変更に挑戦してました。この作品はカリスマアニメ監督と新人アニメ監督との対決を軸に描かれています。新人監督の斉藤ひとみは、中村さん演じるカリスマ王子千春に絶対勝つと挑んでいますが、自身が新人の頃を振り返るといかがですか？ひとみのような闘争心を持たれていましたか？中村確かに新人の頃は食ってやるみたいな時期もありましたね。でも何の成果も得られず、だからひとみの気持ちはわかるし、中堅と言われる年齢になった今は王子の気持ちもわかります。もちろん僕は王子と違って天才ではないけど、物を生み出すプレッシャーは同じだと思うんですよね。当時の自分に、今アドバイスをするなら何と言ってあげますか？
中村作品中で、王子が瞳にアドバイスをするシーンがありますが、それは人を動かす監督という立場からのアドバイス、役者はあくまで作品の中の一パーツなので、そこはちょっと重ねられないんですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。